プラサン・サンド・キャットは、フォード・スーパー・デューティーの車体をベースに開発された、軽装輪装甲車である。2005年に、イスラエルのプラサン社によって開発され、2008年からは、アメリカの押越し,し車に開発が移行した。プラサン・サンド・キャットは、イスラエルのプラサン社によって、フォードイマイナス350の車体をベースに、開発された、軽装輪装甲車である。 プラサンカラカルの名称でも知られる。オリジナルのフォード界マイナス350に比べ、ホイールベースは2.84メートルに短縮されている。車体は2列座席の5ドアハードトップで、後部には、天面と後面が開放された荷台スペースを有するが、荷台側面部には、平員室と同じ高さの車体構造版があるため、前方や横方向から見ると、 荷台のない SUV タイプの乗用車型車両に見える。走行版は、鋼鉄とセラミックの複合走行となっており、フェンダー等には、カーボンファイバーが使用され、車体の軽量化に貢献している。プラサン・サンド・キャットは、イスラエル国防軍の小型軍用車である、M240 ストームマーク1の後継車種として2005年に開発され、カラカルの名称で2005年10月のアウサの 展示会に出展された。翌2006年には、イスラエル国防軍は、ストームマーク1の後継として、MDTW で軽装甲車の採用をアナウンスし、一方で、ストームマーク1を生産していたエイル社では、後継車種の M242 ストームマーク2を開発し、こちらもイスラエル国防軍で、テストが開始された。プラサンサンドキャットもイスラエル国防軍及び、 アメリカ軍でテストが行われ、2006年のユーロサトリにはサンドキャットの名称で展示された。2007年7月にはプラサンサンドキャットプラスの名称で、車体後部まで走行車体で覆われた SUV タイプの車両が発表された。サンドキャットプラスは座席数が8席に増やされており、目立たないよう民間車両のような塗装が施された状態で展示され、 スワットなど、警察特殊部隊向けの人員輸送車両として、提案された。2008年6月に、サンドキャットは、アメリカの押越しシャニーより再設計され、押越し,しサンドキャットとなった。押越し,しサンドキャットは、ベース車両が、フォード回マイナス350からフォード回マイナス550に変更され、ホイールベースは2.94メートルとなった。プラサンサンドキャットで提案されていた。 車体後部が開放式の荷台になっているタイプと、クローズドトップのバンタイプ車両の2種類の、車体バリエーションは、押し越しサンドキャットにも継承されている。また、プラサンサンドキャットは、車体前面のデザインが、元のフォード界マイナス350の面影をほぼ、そのまま残していたのに対し、押し越しサンドキャットの車体前面デザインは、幾何学的な形状のメッシュを配した。 独特のものとなっている。押越しサンドキャットは走行下半 B の後継車種として提案され、エンラッペ軽車両の先訓に基づき、衝撃吸収構造を持った兵員用座席、V 字型で地雷に対する防御力を高めた車体底部などの技術が採用された。2010年には車体底面の防御力をさらに強化する第二次回収が適用された。 開発元であるイスラエルでは、少なくとも2015年までには、本来の計画であったイスラエル国防軍での、ストームマーク1の後継としての本格採用は行われていない。模様で、同じフォードスーパーデューティーの車台をベースに開発された、ジーブ総輪装甲車の配備が始まっていることから、今後も大量配備の可能性は、あまり高くないと考えられるが、イスラエル警察において採用され、 警察用装甲車として使用されている。その他、いくつかの国でも採用されているが、イスラエルでのケースと同様、軍用の装甲車としてよりも、憲兵部隊や武装警察用の軽装甲車として採用されるケースが多い。ありがとうございます。